地域の中でこう医療を、まあ、やりたいなっていうそういう思いがあって、まあ、そのためには、まあ、まずは大学病院で、まあ、専門家が揃った中での、まあ、救急対応っていうその蘇生含めての、まあ、力を伸ばせればなと思って、大学病院を選びました。やっぱり一番はレジデントが主体になって動き出せるっていうのがいいかなと思います。やっぱり、まあ、もちろん重症の患者さんも大学病院にはできますけど、まあ、プライマリーな本当に、軽症重症も重症だけじゃなくて軽症の人も来るっていうところが、まあ、魅力の一つかなと思います。でそもありますけど ER だけじゃなくてその後患者さんを病棟でしっかり見てでその後どうやって患者さんを退院させるかとかでそういうところまで考えてやっているところが、まあ、魅力かなと思います。今妊娠21週妊娠6ヶ月です。なんですけどバリバリ血球外来と病棟で働いてます。冬にはちょっと上の子がいるので2児の母になりますけど外来の仕事って割とブラックがあっても戻りやすいのでこうあとは病棟の仕事もチーム制を取っているので夜間の呼び出しっていうのが基本的にないので子供育てながらとかワークライフバランスとかそういうのを重視する方でもかなり働きやすい方と思います。お待ちしています。よろしくね。